さてこの時間はスタジオにゲストもできてます、えー、今日は山尚県の調査部の部長の志田健太郎さんです志田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします志田さんはまあ今アナリストとしての立場でえやられているんですけどトレーダーの時代の経験の方が長いということで両方の目線からね、えー、いつも解説いただいているんですが今回第一四半期の決算出ましたそれを踏まえてでトレーダー目線も交えて解説してくださいはい まずはアナリスト目線というのはやっぱり業績に注目していってトレーダー目線というところでは、えー、と相場がどう動いているのかについてお話ししていこうと思っていますけれども、はい、まずはアナリスト目線ですね、うん、えとまず相場どんなことがあったのかなというところも含めてちょっとお,おさらいしますけれども5月の、えー、3月期決算企業の本決算があった5月、はいえー、と第 1, 決算第1四半期決算が終わった8月を比べてみますと、うん 5月と8月ですけども日経予想これ会社予想とほとんど一緒なんですけども<ー>会社予想出してないところがあるので日経予想を使ってますこれ日経平均の人株当たり利益ですが少し切り上がってますね,ね、うんまあんまり変わってないですけど、うん、アナリスト予想も少しこれは、えっと、クイックコンセンサスアナリストの予想の平均ですね、うんはい、今期の日経平均の人株利益が、まあ、切り上がっているというところで若干横ばいだけど少し 切り上がりましたよというのが業績予想ですまずはい。はい、一方でその株価はすごく下げましたよね8月ねそうですねただ下げる前は大きく上がってたりしますけども、ね、これだけ見ますと5月と8月でほとんど EPS 変わってないので業績自体の見方は変わってないうん、うん、その中で株価だけが非常に動いたというところなんですよねうん、うん、でこれも少し見ていきます 株価っていうのはまあ皆さんご存知だと思いますが一株当たり利益と P/R に分解することができますこれを掛け算するともうその株価が出てくるというところなんですけれども<ー>まあ五月時点の日経平均の EPS a は2,350円でしたこれが日経平均はその時点でえ五、ー、月中旬は私がちょうど計算した時は二十四日だったので二十四日なんですけれども、うん、の日経平均の終わりで三万八千六百四十六円ということで P/R は十六点四倍です、うん、まあこれ逆算でこ,こことここをかけてもここの数字になりますけれども、はい 1> で第1四半期決算が終わった8月16日時点先ほど申し上げた通り80円だけ切り上がって2430円となりました、うん、で日経平均かなり近いところですけれども、まあ今日はもうは同じぐらいまで上がってますが、はい、まあこの時点では3万8000円でしたと、うん、でこっちが切り上がったのに日経平均は下がってる、はいると。 何が起きたのかという PER っていうのは何かっていいますと、まあ、人気度ですね、うん、要は EPS っいうのは業績なので、うん、ファンダメンタルズとかそういった面ですけれどもこちらはもう市場があ楽観的に見てるか悲観的に見てるか、うん、あまたは市場を買いたい人が多いか少ないかを見る指標ですので、うん、ここの調整が起きたというところです。うん、もし PR が 5月の時点と変わらなければこの切り上がった2430円で計算すると4万円ぐらいの日経平均だったはずなんですね。はい。まあ、同じものをアナリスト予想としてで見た場合ということはい。今度アナリスト予想で見ますと。 先ほどの2580円というのが、うん、あの今のアナリスト予想ですけれどもこれにバリエーション調整前の PR を掛け算しますと4万2312円と、うん、だいたいたた日経平均の月11日につけた高値付近ということになりますよね,ですねでこのバリエーション調整が起きたのでバリエーション調整が起きた後の数字でアナリスト予想を見ますと4万560円。 600円ぐらいというところで今のところアナリストの予想平均では年末から年度末にかけての高値がこれぐらいになっているんじゃないかなということも見えるかなと思ってて円安が修正されたことによって輸出企業の利益が消え少し減るので少し上値が切り下がった可能性が出てきたというところじゃないかなというふうに見てます。次のののスライドは日経ででよく使う価格別売買高を今こ万万ちょっと見づららいいかかもしれないですけど千千 5, 500円ぐらいのところにいますけれども、はいはい、この辺やっぱりね出来高この赤いのが出来高なんですね。そうするとこれが一番大きいのがここなんですけれども、38,500円から39,000ぐらい一番出来高が多いところです。今年一年の中ですけどね。も、はいね、み合ってましたね。はい、うん、そうなんですよね。なのでここから戻った時ここちょっと突破するにはエネルギーが必要なので、うんうん、ちょっと材料が出ないとなかなか突破できないかもしれないなっていうところではあります。はい、で次のスライドには。 セクター別でまあこのアナリスト目線業績で見た吉し,しを、はい、あのまあコンセンサス増益率で見てて、うん、海運突出ですけど、はい、まあそう,こう非鉄金属とか良いし、うん、まあ小売も良いしっていうもう、まあ、そんな感じなですかね、はい、これはえっと上がった下がったではなくてですね、ええ、アナリストの予想が5月から8月にかけて切り上がった業種の平均を出したものですああ、はい、つまりアナリストがレポートとか出してここがいいんじゃないな 上げてったものですね海、まあ、運は多分皆さんコンテナ料金が今のところ上がってるっていうことで知ってるかと思いますけどす、ね、まあちょっと非鉄金属とかね、まあ、倉庫とか意外だと思いますのでこれちょっと細かく、えー、見ていこうかなと思います、うん。じゃあ上がった業種の海運と倉庫と非鉄金属で海運銘柄ですねそうま銘柄ですねど海、うん、運はもうほとんど上げたというところですけどもまあ,あの日経平均採用銘柄なので倉庫,倉庫とジャンルはやりましたけど一銘柄しかないんですけども、うん、まあ,あの そこに対ししてても強気の見方をしていると、まあ、これ不動産の価格の上昇とまた海運とも密接に絡んでますので、うんえー、フォワード業務っていうのがありますからというところかと思いますが、はい、まあ非鉄金属ですね,すね、うん、これやっぱ三井金属は銅ですよね、はい、銅っていうのはやっぱりあの電子部品とかデータセンターというところでは必要なものであると、うん、さらに藤倉とか住友電鉄とかはもう完全にそうですよね、うん、住友電工とかは。あの 光ファイバー、藤倉やってますし、うん、あのデータセンターやこれからも AI 需要が増加していく中であの確実に必要になってくると言われているジャンルが非常にアナリストからは評価が高い、はい、つまりアナリストはデータセンター関連に対して高評価をつけたというのがこの5月から8月の動きだったというところですね。うん、これ全部切切り上がりりがが次の業種としてては切り上がってんだけど、まあ 下がったものを混じってる香りなんかあるところですかね。そうですね。ここはあの四番目ぐらいだったかな上昇率でいくとそうなんですけども。うん あの特徴としてこれ皆さん後で出,く出てくるので覚えておいてほしいんですが j ェイフロントとかつ三越伊勢丹<ー>高島屋この辺を非常にアナリストが切り上げてるんですよね。の一方でこのイオンとかニトリとか ZOZO ゾゾはちょっと弱みに見てるー、ね、特にニートリなんかそうですねこれがアナリストの見方だったっていうところですね。すねこれ覚えておきましょうでは次に業種として、まあ、コンセンスが下がってる方向にも入ってくるんですの 個別株の影響が大きかったと言えるんですけれども、うん、日本紙の方はオーストラリアの子会社の、えー、生産で業種、えー、引き下げですし AGC はバイオ CDMO がちょっと不調だったので。うん 想定以上に不調だったので下がっちゃって全体引っ張っちゃったというところで他が悪いわけではないのでここ個別の自由かなって感じですけどもで次のスライドがあの一番大きなセクターになるんですけど、うん、自動車輸送用機器のここは、まあ、認証不正問題などもあったりしたので分かりやすくさ切り下げたなっていうのもありますし一、まあ、<ー>つ特徴としましてはやっぱりあの日産とかあ<ー>マツダとか。はいまああ 少しアジア、に弱い北米でハイブリッド売ってないところは余計弱くなったかなというところありますよね。うん、まあいずれにしても輸出関連に関してはアナリストも少し上目に見てるといるところですかね、うん、でここまでアナリスト目線で区別してもらったんですけど今度はじゃあトレーダー目線で見ると何が言えるんでしょうか。はい これは日経平均採用銘柄の日経平均が高値をつけた7月11日4万2200円から8月28日までの騰落率ランキングですね、<laughs> うん、一番下がったのは三越伊勢丹ということで40%も下がっているとはい、はいで、この次のページにはまだ行かなくていいんですけど出てきますが高島屋なんかも入っていたりします、うんうん、でそれからまあディスコ、サムコ、スクリーン、エレクと半導体関連がだっと並んでいるというような状況です。はい、で次ののスライドも行きましょうそ、えー 確かにさっきの三越時短っていうね切り上がってるコンセンサスアナリストのそ<う>なこっちもそんな感じのも入ってますねはいもう J フロントに、えー、高島屋というところが入ってますねでまあこの辺はアナリストと印象ですけども、ま、マーケットはかなり3、えー 1>, 1ヶ月から半年ぐらいもうすでに先取りして動いているというところで<ー>アナリストの方は8月の決算を受けてこれから、まあ、ちょうど9月1か月ぐらい経ちますのでこれから業績評価のレポートが出てきて切り上げたり切り下げたりが始まるんじゃないかなと思いますけどマーケットはすでにこういう動きをしているというところですよねなるほどで逆にこの期間で株価が上がった逆効果していたものはどういうものでしょうか。はい ま住友ファンもちょっと黒字化したというイベントがあったので非常にあの大きいですけどもやっぱりニトリそれからえ冷凍食品の日例映画の東宝住宅設備の東 o ともとほとんど内需物がだっと並んでますよねまあこの辺もそうですけどね札幌やト,ロント,えトレンドなんかも。次のページも見ていただくと やはりあの、うん、内需多いですよね,すよねということは、まあ、マーケットはすでに、うん、あの日米金利差の緩やかな縮小による円高傾向、うん、それからあ、えー、と実質賃金のおプラス化期待というところを見てて内需の成長うん、うん、要は輸出関連企業の業績面での負の業績面でのマイナス、うん、インパクトを 国内の成長で補えるというふうにマーケットは見ているということが一つ言えるんじゃないかなというふうに思いますああ、ね、もう本当株価で見るとそういうところは言えますと、はい、ではちょっと次のスライドのほうでこのまあ内需がいいように見えるというところなんですがこちらは東証グロース指数あと東証バリュー指数バリューグロースで見たら何が言えましたか アウトパフォームス、うん、トピックスより買われてたんですけども大きく下がった後の戻りに変化がありまして緑のグロースがトピックスもバリューも上回って推移してるんですね、うん、これはアメリカの利下げと密接に関係しているとは思いますけどもマーケットはすでに、えー、バリューバリエーション分析で割安株を買うことだけではなく将来の成長性に期待したグロースを少し 物色し始めているということが確認できるかなと思います。グロース250指数、まあグロース市場の方のグロースだって最近すごい好調なので関係あるかもしれないですね。うん、そうですね。うん、あのまあ成長株っていうのは割安性を当然買うわけではなくて将来どれぐらい成長するかというところを買いますので、うん、まあそういった傾向とは合う、合うと思いますね。はい。じゃあ最後のスライドこちらですね。規模別の指数とその先のグロース250指数で緑が アウトパフォームしてると、はい、もうこれ7月の11日高値からもうすでにそういう傾向は出てたんですけども、うん、大型株がずっと牽引して上げてきたのに、うん、ここの戻りが悪いというようなことが起きている、はい、反面、ですね中小型株、まあ、グロース250は一番分かりやすいですけどもあの当初プライムだけで見たとしても当初アトピック採用メーだけで見たとしても、まあ、小型、中型の方が大型株をアウトパフォームしているということが言えます。ので 全体的に評価しますと日本市場内需株中心、まあ、グロスというのは結構日本株は、ね、内需が多いですけども、うん、中小型株グロース内需というようなキーワードで、うんえー、銘柄を見に行っているんじゃないかなということが言えるかなと思いますね、はい、マウンド第一半期を踏まえて今日お話いただきましたけどやっぱり業績分析が。 うまくできる人もいると思うんですけどこれができたとしても株価がそうなるその通り僕とは言い切れないということが言えそうですねそうですねまずマーケットが先に動いてこれから業績分析したアナリストレポートが出てきて後追いで株価がさらにいいブーストされていくというような状況かなと思いますねはいわかりました今日は山証券の志田さんにお話いただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました